ティティポティティポ。ティティポのお友達を紹介します。第10話、僕の友達テオとハーブおじさん。お、うわ、みんなこんにちは。今日は記者製作所と記者村を守ってくれているマスコットを紹介するね。それはテオとハーブおじさんだよ。テオは記者製作所で整備士をしてるの。ちびっこ列車たちが一番最初に仲良くなるお兄ちゃんだよ。僕もテオから運行練習を教わって記者村に行くことになったの。さあ、終わったよ。終わったって何が？運行準備が終わったんだ。これからは記者村に行けるってことさ。本当に？わあ、今から行ってもいい？今日はもう遅いから明日の朝一緒に行こう。今夜は何もしないでおとなしく寝ないとダメだぞ。はい。記者村に来てからはテオになかなか会えないからちょっと寂しいかな。でも定期点検の日にはテオに会うことができるんだ。ハーブおじさん。おお、テオ。テオは大体記者製作所にいるけど、時々直接出動して故障した列車や物を直してくれるの。それだけじゃないよ。テオは相談にも乗ってくれるの。エリック、どうしたんだい？ティティポが運行を変わってくれたんだけど、心配で。練習の時むちゃくちゃだったし、今日は寝坊までして。ああ、心配ないよ。え？僕がエリックの運行を台無しにするわけにはいかないんだ。助けてよ、テオ。昨日すごく練習したんだ。うまくいくさ。あ、ティティポが練習したの？うん、夜遅くまでしてた。だから寝坊したんだよ。そうだったのか。悪ふざけばかりしてると思ってたけど、そうじゃなかった。こんな風にエリックの誤解を解いてくれたこともあるよ。優しいテオ。ああ、テオの話ばかりしてたらハーブおじさんが寂しがっちゃうね。おお、テオじゃないか。今行くよ。久しぶりだね。新しい列車を連れてきました。ティティポ、この方は管理センターの所長さんだよ。挨拶して。こんにちは、所長さん。おお、ティティポ、ようこそ。この村の列車たちは私のことを所長ではなくおじさんと呼ぶんだよ。君もそうやって気軽に呼んでくれ。はい、おじさん。ハーブおじさんは記者村の管制センターの所長さんだよ。でも僕たちは所長さんをおじさんって呼んでるの。ハーブおじさんは列車たちのスケジュールを管理して、非常事態の時には通信機を使って僕たちに知らせてくれるの。一度通信機が故障して、僕とジニー、ディーゼルでハーブおじさんを手伝ったこともあったよ。3人いてもやることがたくさんあって本当に大変だったんだ。でもハーブおじさんはこれを全部一人でやってるの。本当にすごいよね。いつも優しいハーブおじさんだけど、たまに怒ることもあるんだ。僕たちがルールを守らずに危険なことをした時とか。安全には厳しいの。しかし、ティティポ。はい？橋で速く走ると危険だということを知らなかったのか？もう少し気をつけなきゃいけなかったのに、ごめんなさい。こんな風に僕が速く走りすぎて怒られたこともあったし、僕とジニーが台風の日に帰ってこないディーゼルを探すため何も言わずに出て行って怒られたこともあったよ。何があったんだ？へへ、ティティポとジニーが僕を助けてくれたんです。ディーゼルは僕たちを助けに来たんです。怪我はないか？心配したんだよ。はい、大丈夫です。また僕たちも。安心したぞ。しかし、どうして何も言わずに出て行ったんだ？危ないから倉庫にいなさいと言ったはずだが。これからは気をつけます。ごめんなさい。でもハーブおじさんが怒るのは僕たちが怪我をしないか心配してのこと。ほら見て、通信機が故障した日、とても大変な思いをしてまでエリックの事故を防いでくれたんだ。
ハーブ所長はエリックの事故を防ぐためにスクーターを走らせていきました。もう少しだ。エリック、エリック、スクーターは一体どうしたんだ。ガス欠だ。エリック、そのままそっちに進んだら危険だ。エリック、いい天気だ。エリック、エリック、離れててエリックには聞こえてないみたい。そのようだ。どうすれば。僕がもう少しスピード出してみます。エリックエリックエリック、すみません。エリック、すみません。それでは次の駅へ出発します。ちょっと待つんだわエリック、エリック、ハーブおじさん、どうしたんですか。伝えたいことがあってきた。次の駅まで行く線路には大きな岩が落ちてる。だから他の道を使うんだ。ありがとうございます。ところで通信機で知らせてくれればよかったのに、どうして直接ここへ。仕事が終わってから村で説明しよう。一旦お客さんが待ってるから出発しなさい。はい、行ってきます。よかった。こんなにたくさんの仕事をこなしているハーブおじさんに、僕とジニーとディーゼルで歌をプレゼントすることにしたよ。まだ誰も来ないの。おはようございます。おお、来たか。しかし一度にみんな出てくるなんて。何かあったのかい。おじさんにプレゼントがあって。プレゼント。あ、じゃあ始めようか。1、2、3、4。僕たちのハーブおじさん、いつもありがとう。嬉しい時も楽しい時も、楽しい時も辛い時も、いつも一緒さ。かっこいいハーブおじさん、大好きだよ、ありがとう。僕たちのハーブおじさん。みんなが作った歌かい。うん、おじさんのことを考えて作ったんです。テオとハーブおじさんが一緒なら、どんなに大変なことも乗り越えることができると思う。みんな、僕の友達の紹介は今日でおしまいだよ。ちょっと残念だけど、次もまた違うお話を聞かせてあげるね。たまにはまた僕の話を聞いてね。さ、またね。ハーブおじさんの一日。のどかな朝です。今日はハーブおじさんがどんなお仕事をしているのか見ていきましょう。ロコが出発する時間だ。お、来たね、ロコ。ハーブおじさん、おはようございます。今日も気をつけていってらっしゃい。はい、行ってきます。おう、今日は工場地帯に行く日だが、貨車が、ロコ、別の貨車をつなげていかないと。ロコ、大変なことになった。遠くまで行っていないといいが。やれやれ。一旦ロコに連絡を。ロコ、ロコ。ナナナナナナ。ロコ。ん？何か音が聞こえたような。ん？聞き間違いかな？ロコ、ロコ。おや、マイクが故障したか。ハーブおじさん。誰だ？ティティポ、どうしたんだい。
今日は運行がないからディーゼルやジニーとピクニックに行くことにしたんです。ピクニック、そうか、気をつけて行ってきなさい。今は忙しいからまた。はい。ハーブおじさんちょっと変だったな。大変大変。おじさん大丈夫？やれやれ、センターの通信機が壊れてしまったからかそわそわして落ち着かないな。通信機が？それじゃあ外で働いてるみんなに連絡できないんだ。そうそう、ロコにもつなげる箇所が間違っていると知らせたいんだが。はあ。ロコのところに僕が行ってきます。ん？ティティポ、ピクニックに行くんじゃないのか？また行けばいいから、今日は僕が手伝います。ティティポ、じゃあお願いしようか。はい。みんなにピクニックに行けないことを言わなきゃ。よし。アボジさんの通信機が壊れたって？本当？どうしよう。それで僕、ハーブおじさんを助けることにしたんだ。ピクニックは今度行こう。うん、わかった。うん、それじゃあ先に行くね。うん、ディーゼル、私たちもハーブおじさんを助けましょう。うん、わかった、行ってみよう。ハーブおじさん。二人ともどうしたんだい？ティティポから話を聞いたんだけど、通信機が故障したって。ああ、テオが部品を探しに行ったんだが、直すまでに少し時間がかかりそうだ。私たちが何かお手伝いできますか？今、シンシンが道の真ん中で止まってしまったと知らせが入ったんだが。シンシンが？しかし、フィックスリフトが他のところにいて、シンシンを助けることができないから心配だ。それなら私がシンシンに連結して汽車製作所に連れて行きます。そうしてくれるか？はい、行ってきます。ああ、ありがとう。アボジさん、僕も手伝いたい。ちょっと待ってなさい。はい。ディーゼル。はい。マニーとバニーが港にいるんだが、二人に貨車を渡してくれないか？はい、僕に任せて。ロコは工場地帯に到着してから貨車を間違えてつなげてしまったことを知りました。ロコ、その貨車だと荷物を積むことができないよ。少し待ってください。ハーブおじさんに連絡してみます。そうか。ハーブおじさん、ハーブおじさん、おじさん、どうして返事がないのかな。ロコ、ロコ、ティティポ、僕がロコの貨車を持ってきたよ。本当に？ありがとう。でもなんで知ってたの？ハーブおじさんにお願いされて。そっか、僕はハーブおじさんに連絡できないんだけどな。交通管制センターの通信機が故障して、だから僕が手伝ってるんだ。本当？じゃあ僕もお仕事終わったらおじさん手伝うよ。それはいい考えだ。ティティポ、ティティポ、シンシン、ジニー、ちょっと待ってて、私が助けるから。ありがとう。先に行きたいのかしてよ。ジニーはシンシンに連結して汽車製作所に向かいました。どこ行った？本当に？うん、通信機のせいでハーブおじさんがフィックスに連絡できなくて、それで代わりに私が来たの。ああ、それじゃあ私も点検後にハーブおじさんのところに行ってみる。うん。ディーゼルがマニーとバニーに渡す貨車を引いて港に到着しました。クレーニー。お、ディーゼル。もしかしてマニーとバニーに会いました？ん？彼らならさっき帰ったみたいだったけど。あ、本当？行き違いになったみたいだ。お、私のせいで汽車村の仕事が全部めちゃくちゃじゃないか。こうなる前に僕が何とかしないと。ディーゼルがマニーとバニーの代わりに貨車を運んでいますね。ハーブおじさん。おお、テオ。遅れてすいません。いや、
修理するにはかなり時間が。どうしましょう。まだ大丈夫そうだ。ちびっこ列車たちが助けてくれててね。それはよかった。うん。お、岩が落ちてるじゃないか。そこはエリックが運行する道なんだが、早く知らせないと事故が起きるかもしれない。事故？ダメだ、私が直接行かなくては。テオ、修理をよろしく頼む。あ、はい、わかりました。スクーターをちょっと借りるぞ。スクーターを？ありがとう。ああ。ハーブ所長はエリックの事故を防ぐためにスクーターを走らせていきました。もう少しだ。エリック！エリック！スクーターは一体どうしたんだ？ガス欠だ。エリック、そのままそっちに進んだら危険だ。エリック、いい天気だ。エリック。ハーブおじさん、どうしたんですか？エリックが危険なところに行っていて、防がなければ。私を乗せてくれないか？はい、乗ってください。エリック、エリック、エリック。離れててエリックには聞こえてないみたい。そのようだ。どうすれば？僕がもう少しスピード出してみます。エリー。到着しました。エリック、エリック、すみません、エリック、すみません。それでは次の駅へ出発します。ちょっと待つんだわ、エリック。エリック、ハーブおじさん、どうしたんですか？伝えたいことがあってきた。次の駅まで行く線路には大きな岩が落ちてる。だから他の道を使うんだ。ありがとうございます。ところで通信機で知らせてくれればよかったのに、どうして直接ここへ？仕事が終わってから村で説明しよう。一旦お客さんが待ってるから出発しなさい。はい、行ってきます。よかった。ハーブおじさんのお手伝いをしたちびっこ列車たちが汽車村に向かっていますね。ジニー、ディーゼル、ティティポ、ピクニックはどうだった？僕たちも行かなかったんだ。ハーブおじさんのお手伝いしたのよ。そうだったんだ。ハーブおじさんがこんなにたくさんの仕事をしてるって知らなかった。そうだね。一人でこんなにたくさんのことをしていてすごいわ。そうだよね。ティティポ、ジニー、ディーゼル。あ、ハーブおじさん、通信機直ったの？そうさ。本当によかった。みんな、君たちのおかげで今日一日無事に終えられたよ。本当にありがとう、みんな。いたずらっ子だと思っていたが、とてもかっこよかったぞ。僕たちかっこいいでしょ。助けが必要な時はいつでも呼んでください。ハーブおじさんには頼もしい僕たちがついていますよ。ありがとう。今日はちびっこ列車たちがハーブおじさんを助けようと一日忙しく過ごしましたね。ちびっこ列車たち、お疲れ様。採石場へ行ったティティポ。のどかな朝です。おや、ティティポがいますね。ハーブおじさん。おお、ティティポ、どうしたんだい？今日お休みなんだけど、外に遊びに行ってもいいでしょ？もちろんいいとも。やった、嬉しい。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。やっぱり
出てきてよかった。お、ディーゼルだ。ディーゼル、おはよう。ティティポ、おはよう。どこ行くの？僕は今日お休みだから遊びに来たんだけど。僕は採石場に行って石を運ばないと。採石場？それ何？石を掘るところだよ。そこで僕はすごく危険で大変な仕事をしてるんだ。あ、君も一度行ってみる？僕が？うん、ついてきて。やっほー。お、待ってよ。ティティポンがディーゼルと一緒に採石場に向かっています。ディーゼル、まだまだかかるの？もうすぐで着くよ。さっきもうすぐって言ってたのに。あと少しで着くから。あ、やっと着いた。うわー、かっこいい。ゆっくりゆっくり。本当にすごい。そうだろう。おい、ディーゼル。あ、来たんだね。久しぶり。おい、俺は出発するぞ。うん、お疲れ。よいしょ。あの上で石を取る機械に入れたら、大きな石が小さな石になるんだ。あの大きな石が、うん、そうやって小さくなった石を僕たちが受け取って乗せていくんだ。そうなんだ。あ、わあ、何が起こったの？あ、ちょっと見て、山が崩れてる。早く逃げなきゃ。何してるの？早く。ああ大したことじゃないよ。爆弾を爆発させて岩を砕いてるだけだよ。はい。ちょっと待って。うん。ディーゼルが仕事を始めました。お疲れ様です。それじゃあ始めよう。はい。よっしゃ。準備できました。よーし。全部乗したぞ。ディーゼル、そろそろ行こうか。すごくたくさん乗せたんじゃない？他の列車たちもこれくらいは乗せるよ。本当に？うん、あっち見てよ。お、うわー、本当だ。みんな力持ちだな。もちろん。1、2、3、4、よっしゃよっしゃ、僕たちシュシュポポ力持ち、僕たちシュシュポポ。歌も歌うの？うん、そうした方が楽しく働けるんだ。僕も歌ってみようかな。1、2、3、4、よっしゃよっしゃ、1、2、3、4、よっしゃ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 、僕たちシュシュポポ力持ち、僕たちシュシュポポかっこいい。よっしゃよっしゃよっしゃ、全然辛くないみたい。すごいな。よっしゃよっしゃよっしゃ、僕たちシュシュポポ力持ち、僕たちシュシュポポかっこいい。採石場を見学してみてどうだった？すごくかっこよかった、ディーゼル。僕も貨物列車のように働きたいな。誰でもできるわけじゃないんだけどな。なんで？僕もできるよ。簡単じゃないんだけどな。できるよ。ティティポ、ティティポ。次の日の朝になりました。おや、ティティポが運行するためにやってきましたね。来たね、ティティポ。ん？なんでこんなに汚れてるんだい？綺麗に洗って出てこないと。汚れてる方がかっこいいのに。あ、今からお仕事だから、帰ってきたから洗いますよ。ん？
そうか、今は時間がないね。次からは必ず洗って出てくるように。はい、行ってきます、うん、昨日の貨物列車最高だったな。よしこのくらいなんてことない。えいや。昨日の貨物列車たちのように大きな声で挨拶しなきゃ。おはようございます。びっくりした。何、どうしたんだ今日は。さあ乗ってください。どうしてこんなに汚れてるのかしら。ほこりが。出発します。へへ。僕も歌ってみようかな。よっしゃうるさいな。うるさいわ。もう無理なんじゃないか。僕たちシュシュポポ力持ちの列車。勘弁してくれ。僕たちシュシュポポかっこいい列車。よっしゃよっしゃ。僕たちシュシュポポ力持ちの列車。よっしゃよっしゃ。ただいま戻りました。ティティポ、今日の運行中に一体何があったんだい。え、どうして。お客さんに大きな声で話して運行しながら歌まで歌ったそうじゃないか。ああ、へへ、昨日採石場で貨物列車たちに会ったんだけど、すっごくかっこよくて真似してみたんです。へへ。君は貨物列車じゃなくて人を乗せる列車だろう。そんな風に大きな声で話したらお客さんたちがびっくりするよ。でも静かに運行するだけなんてつまらないよ。僕だってかっこよく働きたいのに。お客さんを乗せる仕事もすごくかっこいいじゃないか。これからは静かに運行するように。はーい。はあ、貨物列車の方がはるかにかっこいいって。うん。採石場へ見学にでも行こうかな。ティティポは貨物列車たちに会いにまた採石場へ行きました。わあ、ディーゼルはどこだろう。あっちだ。ディーゼル。ティティポ、なんでここに。見学に来たんだ。あ、これを移動させたらもう終わりなんだけど、みんな家に帰る時間だよ。あ、そうなんだ。もっと見学したいけど、うん、君たち、君もしかして旅客列車かい。はい、そうだけど、どうしてですか。私たちを都市の駅まで乗せてくれないか。僕が。ああ、今日通勤で使ってる列車が故障したそうなの。他の列車もまだ来ないみたいだ。はい、僕が連れて行きます。さあ、大きな声を出したらみんなびっくりするんだった。さあ乗ってください。親切な列車だな。そうだな。出発します。ゆっくりゆっくり。お客さんを乗せて走るときは揺れないようにしなきゃ。ティティポはお客様の安全のために慎重に走りました。着いたのか。ティティポのおかげですごく快適だった。ありがとうティティポ。無事に家に帰れるのも君のおかげだ。よかった。ティティポ。あ、ディーゼル。ちゃんと送っていってあげたの。うん、さっきはかっこよかったよ。ありがとう。
お客さんを乗せることもすごくかっこいいよね。この前は貨物列車の仕事がしたいって言ってたのに。今は違うよ。お客さんたちの喜ぶ姿を見て僕もすごく嬉しかったんだ。おお。だけどかっこいいのはやっぱり僕だけどね。違うよ、僕の方がかっこいいって。実は今日の君すごくかっこよかった。そうですね、貨物を運ぶこともお客様を乗せることもみんな重要な仕事です。ティティポ、ディーゼル、二人ともお疲れ様。